校来た。イエーイ。これぐらいがいいですね。ほら、この前髪のね、数ミリ違うだけで全然印象が違う。さっきまでと。大事。ほら、いい感じですよ。あとは顔についたやつを払い落とすだけ。普通にね、まっすぐ縦に切るだけだから全然難しくはない。けどね、ここにつくんですよね。切った髪の毛が。前髪はいい感じ。顔洗ったらメイク取れるじゃん。だからこうやって払うの。いつも公演前に前髪を切って切るんですよ。調節すぐ伸びるから。でこれ本当はね筆で払うんです。でも今筆がないのでティッシュ。まつげ今日はマスカラとかしてないですよ。はい。そう、メイクブラシとかで払い落とすんです。でもメイクブラシがどっか行っちゃったから、いや見えないでしょ、顔についてても近づかんかったら。こんばんは。お化粧道具置いてないのねって。置いてますよ。でも筆がないんですよ。こんばんは。まあなくたっていいじゃない。そう、まだついてるよ。でも見えんくない？こんだけ離れたら。そう、筆ね。はい、いい感じ、いい感じです。ガムテープで取ったらって言われたんだけど、え、筆で取れるんだよ。え、いい感じじゃない？前髪完璧です。すっぴんの時は取れやすいんですけど、今日はファンデーション塗ってるからくっつく。めっちゃファンデーションちょっとベタついてるじゃん。だからくっつくんですよ。見えない見えない。ガムテープは近くにないです。見えないでしょ。じゃあ筆探そうかな。
さんタコありがとうございます。ゆうぴょんさんもタコありがとうございます。で、あったこういうやつで、これはね使わないメイク道具入れなんですけど、普段使わないメイク道具入れ、こうやってね筆があればすぐ落ちるんです。いつもね公演前に前髪切ってるから、私メイクした後にそんでこうやって払ってるんです。公演前に前髪を切って調節、切った後が一番綺麗だから前髪って整ってて、数日経った前髪よりも。切りたてが一番綺麗なので、そうなんですよ。これ明日にはさまた変わるんですよ。この切りたてが一番綺麗じゃない今で、健康園前に切ってこれで固めたらケープで完璧なの。そう、ソルワンクなる時間経ったら伸びたりするし、最近こうやって切った、ほら切ったすぐが綺麗なんです、整ってて。だからこれにケープかけて終了。そう、22日にまた切らんといかんね。そう、ケープしとかんと前髪一瞬でなくなるよ。私は前髪命ってほどではないですけど、前髪絶対公演中に崩れないです。どんだけ汗たくさんかいてもおでこ丸出しとかにならないように綺麗に固めてる。前髪綺麗だねって言われる、衣装さんとかに。あのたくさん汗かいて汗ダクダクなのに前髪だけは絶対なんかブワってならない。だからなんか全然汗かいてないみたいって言われるけど、顔とかめっちゃ汗かいてるんですよ。けど前髪は絶対ずっとこう、そう。だからなんか暑そうに見えないよって言われるけど、めっちゃ汗かきなので汗を大量にかいてるけど前髪が動かないから熱そうじゃないって言われる。はい、取れた。取れました。手汗はかかんね。顔結構汗かく。顔手汗か、ではあんまかかんかも。そう、おパンチウサギ。使わないメイクポーチいろんなものが入ってる。汗かく印象ない。めっちゃかいてるんよ。けど前髪とかが綺麗だから気づいてない。結構新品な目薬見つけた。
赤くなる。え、めっちゃ汗かいてるよ。えぐいぐらい。亀子さんの写真とか見たらわかると思う。汗ダクダクです。冷したら垂れてくるぐらい。暑いじゃん、あの熱気すごいじゃん、熱。パフォーマンス中、会場の中ってめっちゃなんか暑いじゃんね。その中20分ぐらい踊ってるから、1ブロックそりゃ汗かくよねみたいな。結構暑いよね、熱気あるよね、めっちゃ。汗飛んではいかんけどね、そんな。お見送りはお見送り前になんか汗拭いたりするから、一回さ帰るじゃん、控え室。指で塗るスタイル。前髪切った。これ濃ゆいな。この辺についてるわ。そう、まつげのなかったらさ、こうやってした時まぶたにつくよね。ここにもつくし。まつげの、違う、マスカラ塗った後すぐまばたきしたらつく。じゃけん乾かさんとね。そりゃそうだよね、まつげにたくさん黒いの塗った後にまばたきしたらつくから、あんままばたきしたらダメ。乾かしてからじゃないとまばたきギュッてとかしたらつくんですよ。きゃー、乾いたらつかんけど。よし、前髪は切ったと。前髪はもらえません。うまく切れました。パネル23時59分までメール送ろうかな。まだ買える。そう、今日までなんですよ。みんなみたいにこれスクショして載せようかな。
前髪燃えるゴミです。前髪は燃えるゴミです。どうしようかな。パネル届くの楽しみすぎる。買ってくれたの？昨日の配信後にポチったね。ツイートしようかな。リンクをコピー。でもドアップなんだよね私の。盛り上げに来たよって。やっほー。胸ゆき、前髪何かにつけてもわからなそう。髪をプレゼントするのは嫌だと思うけどって、どういうこと？コピー。こんばんは。何、髪の毛プレゼントにまずでもバレなそうってこと？いらないよ。そんなこと言ってる人のはそういうのが入ってるって思って受け取らないよ。こんばんは。まあでもチェックしてくれてるけどね、鮮明に。ん？結構開けてちゃんと。ポクレンパサランさん、タコありがとうございます。タコ結構ねちゃんとチェックはしてるから気づくはずなんですけど。ペースト下書きを保存。
涼しくなった？まあ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 って感じかな。でもちょっと暑いかも、まだ。本日23時59分。ね、暑いよね。暑かった、なんか普通に歩いてて暑かった。リカちゃんは逆を考えたのって。だってプレゼントって言ったらファンの方は私からくれるのしかないじゃん。私がファンの方へプレゼントは送れんけんさ、逆を考えたのって。私から送るタイミングはないじゃん。だからファンの方からしかないです。こんばんは。同意。お話し会来てください。なんか画質悪く感じる。タブレットやけんかな。まあいっか。こんばんは。タブレットだからか、スマホの方がいいんかな。まあいい、まあまあまあ。ね、スクショしたら画質悪くなった。やだな。携帯からしよう、後で。これは保存しといて。ね、なんかスクショしてみんなみたいにのスクショ載せようと思ったらなんか画質が悪くなった。ダメだ、後でしよう。前髪切った、前髪切ったよ。こんばんは。ゆきりかに会ってみたい？会える機会ありますよ。リアルお話し会があるじゃないですか。そう、 T シャツシルバー、シルバー、そうですね、シルバーギフトのシルバー週間ならぬシルバー T シャツ
マサパンダくん、かわいいギフトありがとうございます。シルバーウィークにふさわしい。シルバーです。パネル予約済みました、ありがとうございます。カブレさん、ミキヤくん、タケルくん、ダルマ、ありがとうございます。そういうことって、まあそれは今つけたんですけど、シルバーですね。ヤスルパンさん、タコ、ありがとうございます。お話し会受付中。パンツ薄着若い子に人気なのねってね、今流行ってる。パンツ薄着、鳥さん、だるま、ありがとうございます。だるま、女子高生がよくカバンにつけてる、流行ってるよね、つけてそう。私が女子高生だったらつけるもん、カバンにパンチウサギ。スクバ、背は伸びた気がする。背は伸びてないよ。あ、ダッフィーとかもつけてたね、けど普通にマイメロつけてた。私はマイメロ。愛媛やけんさ、となんかディズニーとか遠いけんさ、ダッフィーつけとる人が羨ましかった。ダッフィーもっとすごい持っとるっていう、ダッフィー持っとるんやっていう、ダッフィーつけてる人はちょっとすごい。愛媛からしたらディズニーとか遠すぎてそんな気軽に行けないから、ダッフィー持ってる人はすごいなーって思いながら。ヤスベイさん、タコ、ありがとうございます。ね、私もダッフィーいるよ、どっかに。シリーメイ、なんか弟のなんか修学旅行でさ、ディズニーってよく行くんですよ、愛媛。私も行った時買ったし、弟が行った時もダッフィー買ってきてって言って、弟のにお土産でダッフィー買ってきてって頼んだんですよ。どんなダッフィーが来るかなって思いながら。そう、そしたらなんか弟が、私ダッフィー頼んでたんですよ、ダッフィーって。そしたら弟がなんか女の子のダッフィーあったから女の子のダッフィーにしたよって言って、そう、この話したような気もするけど、そう、女の子のダッフィー買ってきてたんです。そう、シェリーメイ可愛くない？シェリーメイなんです。まあどっちでもいいんですけど、別に私としては同じだから、ほぼダッフィーの女の子いたから女の子にしたって言っててね、ダッフィーとか知らんけんさ弟。そう、かわいいよね、かわいいなって思ったエピソードです。
弟は多分ダッフィーとか知らあんまり知らなくて、私が頼んだからあこれがダッフィーかと思ったら、隣に女の子バージョンあったから、そう、あじゃあ女の子の方にしようと思って、シェリーメイ買ってきてるの可愛いと思って、そう、まあ同じです、同じだけどお姉ちゃんだから女の子のやつにしようとして、女の子のダッフィー撮ってるのが可愛いっていうだけです。面白くない？どこ行ったっけ？ね、そうダッフィー、分からん側からするとそうね、そう分からん側からしたらね、あリボンついてるけんこっちの方がいいかなと思ったんだろうけどね、それダッフィーじゃないよっていう、そうそう、姉がいるから弟くんと同じ発想ですね、面白いよね。まあそれもだいぶ前の話ですけど、弟が高2とか中2かな、中2かな、ちゃんと選んでくれてる、確かに。え、どっちやろうね、どっちの修学旅行だろう、多分中2かな、で私が高1だね。そうだそうだそうです、中二の弟。高二の時東京だった。私も高校の時東京だったかも。あれ高校なんかな。どっちだっけな。分かんないな。まあ中二でも高二でも可愛いですよ。20% になった。高2。20% になった。ね、私高校ディズニーだったかな。お腹鳴る。中学と小学校がユニバ。でもな、弟の高2が高3の時ってちょうどコロナとかになってた気するんだけどな、どうなんだろう、忘れたけど、まあコロナ禍ではないのか。ユニバ、そう、ユニバです、中学校とかユニバ。
枕投げとかやってない。枕投げやってないです。自然の家ってこと？自然の家あったよ、少年自然の家。なんか自然の中で3日間ぐらい過ごすやつ。飯盒炊爨。そう、2泊3日ぐらい。そう、でもすごい田舎だから、すごい田舎でなんかベッドから雲が出てきたのを覚えてる。キャンプファイヤーしたした。あと肝試しもしました。楽しかったですね。肝試しとキャンプファイヤー、カヌーとかもしましたよ。カヌー、自然で。カレー作るの楽しかったな。飯盒炊爨、みんなで米炊いてカレー。カヌー、カヌー。ユキリカは火担当だったって。え、そんなんなかったと思う。カレー、そう、カレー美味しい。え、修学旅行で新幹線とか使わんくない？使うの？都会だったら。愛媛に新幹線がないからかな。修学旅行で新幹線とかは使わんですよ。バス、バス。そう思ったら東京までバスで行ったの強いよね。で、バスの中で出し物とかするんです。え、新幹線は STU に来て初めて乗りましたよ。東京飛行機だっけ？飛行機かも、東京は。え、あと飛行機だ。東京は飛行機だ。大阪がバスだ。大阪はバス、東京は飛行機。松山空港だ。そうだ。なんか曖昧だな。ダメ、飛行機。けど大阪とかはバスで行きました。え、飛行機乗ったんかな。乗った気がする。飛行機乗った。でも大阪はバスだったわ。飛行機ってあんま乗る機会ないよね。 STU でも1回しか乗ったことない。何かで新幹線が間に合わんか、止まったかなんかで
春夏秋冬のレコーディングかな。めっちゃ前に1回だけなんかね新幹線が乗れなかった。コロナ前ですよ。1回だけ乗ったことある。天気悪かったのかな。そういつもは新幹線ばっかだけどなんかで飛行機こんばんは。修学旅行が初飛行機、そうです。そう、市内からだとそうなんですよね。広島空港遠いんです。修学旅行は制服ですよ。もちろん。ちょっと新幹線便利だからね。新幹線。すごい便利。私の地元にはないので。ね、大阪1時間半ぐらいで行けるもん、広島から。便利すぎ。バスで 4,5 時間かけてたのに。短パンの音がする？残念。長ズボンです、今日は。まだまだですね。これね、ソファーの音ね。これでしょ。ソファーがこういう素材だから私が動くと音が鳴るんですよ。でも今日は長ズボンです。新幹線すごいよね。運動ちょっとだけした。ちょっとだけ。今日は5キロですね。移動距離、活動距離。200カロリー。208カロリー。でも5キロ歩いてるわ。歩いた7000歩で5キロ。そこそこ歩いてるね。そこそこ歩いてるわ。あと足の運動とかした。そう、ジム。でも今日は少ないですよ。全然やってない。歩いただけ。ウォーキングメイン。普通に外だからジムは少ない。30分ぐらい。ただウォーキングした。ウォーキング。
移動でポイント貯まるアプリ。へー、夜に歩くの。でも夕方かな、だって夜配信してるじゃん。夕方配信までに歩いてる。夕方かな、配信には家に帰ってるから夜、夕方だから今日は9時から配信してるってことは、今日は8時までには家に帰ってた。夕方かな、わかんない。7時半ぐらいには帰ってきてたかな。でメイクしたし、今日は家で暗くなるのが早くなりました。でもまだ実感してないな。そう、今日は9時からだったの。こんばんは。お風呂はそう、これから。そう、暑い時にね外出たくないんですよ。真っ昼間にはあんまりウォーキングしようってならない。暑いし人多いし。今日お年寄り救ってないです。あ、お年寄り救いましたかに見えた。何もしてないです。今日は感じ、前も救いましたに見えたね。見えるよね、ちょっと離れてたら。だから救ってないです。そう、今日メイクしたって言っても簡単なメイクだけど、夏と秋どっちが好きですか？秋。夏が一番私苦手だから。冬、秋、春、夏の順かな。秋、あーでも春どっちだろう。どっちでもいいな。あ、まあ秋かな。秋ちょっと涼しい、春ちょっとなんかね、ちょっとなんか日差しを感じるじゃん、桜とか咲いてる。ちょっと暑いし、だから秋の方が上かな。とりあえず涼しければ、涼しい方がいい。身で聞かれること多いですね。結構質問される。こんばんは。
ピロポネラさん、I love you ギフト、ありがとうございます。その質問なんか最近だったら、まあ、外国人の方に日傘はどこで買えますかって聞かれたんと、まあ結構そういう小さい質問とかはある。あとなんかどっちの電車に乗ったらなんか〇〇へ行けますかみたいな、おばあちゃんとかに世間 Google マップとかで調べて。でも携帯持ってないのにすごいよね、おばあちゃん。丸々に行くにはどっちのどこの電車に乗ったらいいみたいな。そりゃ携帯ないとわからんわなとか思いながら、まあ見たらわかるんだろうけど、ちゃんと携帯なくて行動できてるのすごい。丸々に行きたいんやけど、どこ行ったらいいんだみたいな。携帯があったら一発でわかるけど、すごいよね、何も見ずに。でも私もね、よく聞くんですよ、逆に。なんか一人旅とか行った時に、え、これってここ行きますかみたいな、昔聞いてた。最近はあんまないけど、前とかよく聞いてた。広島来たての頃とかどこで聞いてたっけな、なんか電車の運転手さんみたいな人に、これここ行きますかみたいな、ね、昔聞いてた。そう、駅員さん、こんばんは。ね、聞いた方が早いもんね。行きます行きます。まるまる町行きますかみたいな。案内所、案内所、案内所、そこまではしないかな。その辺にいる人に聞くからそこまではしないかも。あとあの改札のところにいる駅員さんとかに聞く。駅員さんに聞きますね。駅員さん、10時回った。無人駅だったらなんか調べるちゃんと。無人駅ってでもさ、だいたいさ1本とかしかないじゃん、電車なんかいっぱいないから。無人駅は簡単。無人駅いっぱいあるんですよ、愛媛とか。ほぼ無人駅、大きい駅以外は無人なんですけど、まあだいたいそういう時は1本とかしかないので、それに乗れば間違いない。無人駅だらけですよ。下野田駅、そうです、下野田駅もそうだし、梅津寺駅とかもいませんね。基本大きな駅にしかいない。
でもそういうのは1本しか通ってなかったりするし、行きたい場所が右だったらその右に向かって行ってる電車に乗れば行けるので、聞くようなことがないです。私は今右に行きたいんだって思ったら、この右向いて行ってるやつに乗って、あっち行きたいんだって思ったらこっちから来たやつに乗るみたいなレベル。無人駅、配信地域は無人ですね。たまに人おるかな、わかんない。で基本いないです。自分で券買って乗る。いないかな。迷わない迷わない。どっち方面かさえ分かればそっち向いていく電車に乗ればって感じ。降りる時に生産する、降りる時に切符集めるところがあったり、電車の中で回収されたり、いろいろ。そうね、松山が一番栄えてます。松山、今治、新居浜、西条。こんばんは。あ、電子マネー使える、使える。愛媛ならではのやつがある。広島のパスピーみたいな。こんばんは。新居浜栄えてるよ。新居浜のイオンでっかい。西条も結構ありますね、観光スポット。海が見える駅あります。こんばんは。西条、そう、水が豊富なんです。愛媛ゆるキャラあるよ。しかも愛媛のゆるキャラ結構強いですよ。バリーさん知ってる？トミキャンとか。バリーさんとか有名じゃない？くまモンの次ぐらいに。結構初期の頃に1位取ったんですよ。くまモンの次に1位取ったから結構有名。ミキャン、バリーさん有名ですよ。愛媛ゆるキャラ有名。そう、知ってるでしょ、バリーさん。くまモンの次です。全国区じゃない。しかも今治、バリーさん愛媛の中の今治ですから。バリーさんは腰に今治タオル巻いてて、しまなみ海道、来島海峡大橋頭に、で、造船のお財布持ってて、今治有名な焼き鳥なんです、バリーさんが。鳥だから有名なものの詰め合わせ、詰め合わせ。あ、そう、知名度は全国です。くまモンみたいな感じじゃない、多分。くまモンもさ、みんな知ってるじゃん。焼き鳥の鳥です。バリーさん鳥じゃん。鳥が有名なんですよ、多分。焼き鳥かなんか。鳥、今治の有名なものを詰め込んでるんです。タイ持ってたりするよね、たまに。タイのポシェットみたいな。タイ、タイも有名ですし、造船の
ポーチ持ってたり、タイのポーチ持ってたり、日によって違うけど。そう、腹巻きはあれ今治タオルなの。今治タオルでできた腹巻き。バリーさんは焼き鳥じゃないけど、鳥が有名だから多分鳥なんだと思う。みきゃんはみかんが有名だから、みきゃん、みかん、みかんです。鳥有名だから多分それで鳥なんだろうなって。バリーさんの頭が来島海峡大橋だって最近知りましたね。しっかり橋になってるんですよあれ。しっかり松山のキャラクター。でもみきゃんが愛媛のキャラクターだから松山はみきゃんが多いです。ティアラだと思ってた。まあまあ確かに。でもめっちゃ橋だよ、よく見たら。そう、あれ橋ですよ。ティアラか。最近バリーさん会いましたかって。会ってないです、あれ以来。バリーさん、橋ですよ、それは。バリーさんの頭に乗ってるのは。ちょっと調べてみよう、バリーさん。急に見たくなった、バリーさん。あ、めっちゃでかいじゃん、橋。思ってたよりもでかい。頭いっぱいにある。バリー、バリーさんの可愛いところはめっちゃ方言で喋ってるところです。このバリーさんの方言シールとか持ってたな、懐かしい。色割れんがね。バリーさんグッズ持ってたよ、小学校の時とか。小学校の時にゆるキャラグランプリがめっちゃ流行ってて、あの時バリーさんグッズめっちゃ持ってた。え、ツイッターで調べてない、 Google、グーグル先生です。グーグル、そう、けんあれなんて言わんのかな。でもこれ他の件やったらあれなんて、もうね、おい、インデコ怖い。バリーさん喋らんけど、なんか喋らん、わからん、喋るんかな、喋らんかも。でもあるんですよセリフ。仕事怖い。え、携帯の電波。
音幕の意味なんだったっけ、調べたら出てくるんじゃない。 S ゆるキャラ優勝した。でもマリンさんグッズちょっとねいい値段するんですよね。懐かしい、いっぱい買ってたわ一時ハマって。実家にいっぱいある多分。ジャックさんだるまありがとうございます。海豚、え、いっぱいあるよ。メモ帳とかもういっぱい、大も小も買ってたし、タオルも持ってるし、たくさんこのステッカーも持ってたし、キーホルダーとかも。ぬいぐるみは、ぬいぐるみはこの家にあるかも。ぬいぐるみクローゼットにある。そう、マリーさん好きだったから、小学校の時ね。奥さんに勝てるって、え、勝てますよ。今はあの昔好きだったんですよ、小学校の時。小学校の時に好きだった。そう、ぬいぐるみはね多分クローゼットにしまってるんだろうなって。2体ぐらいいます、大きめの。またいつか引っ張り出しますわ。足元怖いって。そう、昔さんプレゼントが多い、ね、でもこっちはなんか限定のさ非売品のバリーさんとかもいるので、なんか銀行とコラボした時にもらえるやつとか、なんか農協みたいなさとかでもらえるやつとか、浜のイベントに出た時にもらえるコラボのやつとか、そう限定のものがありますので。そう、非売品あるじゃん、たまに銀行とかとコラボしてさ。あと浜の祭りに出たらその非売品のなんとか祭りみたいな書いてる腹巻き限定のバリーさんとか、ね、まあ勝負とかはしないですけど、あ、めっちゃいるんですよバリーさんは。めっちゃおるけんね。そうそう、そう、ノベルティ銀行とか。まあ数はね、大きさめっちゃ多いでしょうね。私最近買ってないもん。みきゃんのグッズはなんかあったっけな。あ、まあ探したらあるけど、最近もゆるキャラグッズは増えてない。掃除しなきゃ急に。断捨離しなきゃ。バリー、そう、船のお財布、船のお財布だよ。そう、最近はね、そう、ちいかわ、もうちいかわさんですよ私の家。さっきなんか落としてた、なんか落としたっけ、知らんがね。なんか落としたんかいね。こんばんは。今日前髪がいい感じすぎてこのままキープしたい。うん、あ、充電器落としてないと思うよ。これ充電器の紐が長いんよ多分。最近かな、
私充電器の紐は長い派なんです。2メートルとかの。ケープで固めても、でもこの後お風呂入るだけやけんさ、お風呂入ったらもう前髪バッサーですよ。こんばんは。ね、長い方が使いやすいよね。2メートルとかの使ってる。めっちゃ便利よ。でも移動できるし、充電させたまま。ベッドにも届くし、ソファーにも届くみたいな。ケンケンパーさん、タコありがとうございます。あ、新幹線とかではモバイルバッテリーなんで刺さないです。モババです。モバイルバッテリー持ってモババです。充電器は2本、モバイルバッテリー1本。モババって言うよ。モバイルバッテリーだもん。モババです。イエス、モババ。モババ持っとるって。でも言いづらいよね。モババモババ持っとる。毛色の日にぴったり。え、おばば、おばば、おばば。ばば。ことで、じゃあそろそろ配信終わろうかな。おばば、ばば、ばばばば、ばば。おばば。ってことでランキング読みます。13位アキアンさん、12位コーヒーさん、11位ブンゴさん、10位理化学研究所さん、9位ジュリボーさん、8位あーちゃん、7位ダルマルマンさん、6位ハルユメさん、5位服部さん、4位ミキヤくん、3位ヤスルパンさん、2位ピロポネラさん、1位ヤスベーさん、ありがとうございました。ことでおやすみなさいませ。あ、お話し会の最終受付明日の13時までですので、おすすめ日こちらです。待ってます。そう、パネのツイートしなきゃ。ってことでおやすみ。求められてないけど、お休みの投げほっぺ。ね、もがみ送ろうと思ってたのに気づいたら10時過ぎてた。おやすみ。